じゃん。今回のベッドルームです。イエイ、夏休み2018。今年のロードトリップは、はい、どこに行きますか、小鳥さん。九州です。イヤッホー。はい、どこに行きますか、青い。九州です。イヤッホー。改めて名前、改めてバンライフロードトリップ万年ドライバーの池さんです。万年ドライバー池さんです。こういうの、万年助手席万年母ちゃんです。あ、小鳥です。ヤッホー。髪が長い、青いでしょ。ロンゲロンゲロンゲ。さあ、このメンバーでじゃあ早速旅に出てみましょうか。はい。最初の目的地は鳥取県出雲大社。到着予定は明日の13時。時刻は20時。はい、出発しましょう。準備はいいか。はい、キャプテン。聞こえないぞ。はい、キャプテン。よーし、出発だ。さあ、まずは首都高速。さあ、こっから出雲まではずっと高速道路で向かいましょう。あ、近い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 。ほら見て、あ、超綺麗。首都高速3号線渋谷、早速渋滞です。なぜなら世の中はお盆休みがスタートしてるから。人がないよ。なんと、エースケ、またもや警告灯が出てしまいました。修理から帰ってきてわずか1週間での出来事です。ショック。先ほどからエンジンオイル不足、警告ランプが点灯してしまったため、急遽東名川崎で降ります。外ガソリンスタンドで見てもらいましょう。早速トラブル発生です。東名川崎で降ります。まもなく料金所です。その先40メートル。ガソリンスタンドでオイルを1リッター追加しました。チェックしてみましょう。よいしょ。これから246下道を走って大井松田までのんびり下道にすることにしました。まだまだ道のりは長いですよ。ただいまの時刻は AM2 時。出発してから約5時間半かな。まだ神奈川県、ここ秦野市、千葉県から5時間も走って、まだ秦野ってなかなか。ゆっくり行きましょう。東名と新東名の分岐点まで来ました。時刻は2時40分。まだまだ先は長い。3時半です。葵も起きてしまいました。ただいま日本平、ちょっと休憩しましょう。3時半、すごい混雑してます。おはようございます。おはよう。ここは静岡県です。はい、はい、鳥取県まだまだまだですね。時刻は4時です。はい、早朝ドライブデート行きましょうか。はい、 OK。 どうぞご安全に。それでは出発しましょう。4時日本平パーキング。父ちゃん出ました。父ちゃん、もうちょっと頑張るよ。ようやく浜松に来ました。
小鳥さん、はい、悲しいお知らせがあります。何でしょう。ただいま私たちは浜名湖サービスエリアのガソリンスタンドにいますが、そうでしょう、ね、この車はここから先に進むことができなくなりました。理由を教えてください。理由は激しいエンジンオイルの漏れです。先週修理から帰ってきたばかりのイエス君ですが、どうやらまた修理に失敗したのではないでしょうか。エンジンオイルがドバドバ漏れている状態です。ただいま JAF を呼んでおりますので、レッカー車が来るのを待っている状態です。さてこの旅は続けることができるのでしょうか。止めたくありません、小鳥さん。祈りましょう。はい、治ってください。エースが、エースケレッカーに乗ることになりました。夏休み2018バンライフの旅、初日にして終了。エースケはもう走れなくなってしまいました。千葉に帰りましょう。どうすんの？車買うの？どうしようかね、青。葵がハイエースを持ち上げてます。おー、すげー葵。ジャフのお兄さん、ありがとう。葵がハイエースをレッカー車に乗せています。感想は？お兄さんにありがとう言って。ありがとう言って。なんだよ。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。やだ。お願いします。